ン先輩、頼み事ってなんだ。俺の代わりに地方ギルド連盟の定例会へボランティアに行ってくれないか。主な仕事は接待と会議の後の片付けだ。地方ギルド、よくわかんねえよ。そうか、魔法界の組織構造よく知らないんだ。魔法界のトップは政府ともつながりのある評議員10人。魔法界の秩序を守り、罪を犯した魔導士を裁く機関だ。その下がギルドマスター。評議会の決定事項を伝え、各ギルドを管理する。だからギルドマスターは定期的に会議を開き、報告を行ってるんだ。今日は手伝いに行く予定だったが、急用が入ってしまった。報酬はないが、定例会にはいろんなギルドのマスターが来ている。体験する価値はあると思うよ。どうだ、興味あるか。もちろんだよ。でも先輩、頼み事があるなら次からはフライドチキンくらいおごってくれよ。よかった。定例会はクローバーで行われる。じゃあ頼んだぞ。確かこの先にあるクヌギ駅で乗り換えて。キー、闇ギルドアイゼンバルトだ。列車が占領された。聞いたことあるぞ、アイゼンバルトって。数年前に評議員のルールを破って暗殺の依頼を受けて魔導士ギルド連盟から追い出された闇ギルドだよな。あいつら列車を乗っ取ったのか。くそ、逃がさないぜ。ここで倒れてるのってアイゼンバルトのメンバーじゃないか。変身して計画を探ってやる。バレないように嘘を隠してっと。なんとか封印は解きましたよ。この笛がララバイです。ほう、これがあの禁断の魔法ならばいか。この笛はもともと呪殺のための道具に過ぎなかった。しかし偉大なる黒魔導士ゼレフがさらなる魔敵へと進化させた。この笛の音を聞いた者全てを呪殺する。それがこの笛、集団呪殺魔法ならばいだ。作戦開始だ。クソ、こいつらを止めないとたくさんの人の命が奪われる。あ、なんでここに？ルーシーの知り合いか？一緒に仕事に行ったこともあるんだよ。そうか、フェアリーテイルの魔導士エルザだ。よろしくな。俺はフェアリーテイルのグレイだ。
グレイ、服をちゃんと着てよ。おお、いつの間にか脱いでた。あ、そうだ、実はさっき列車で。なるほどな、情報提供感謝する。この件はフェアリーテイルに任せろ。押し花駅行くぞ。俺だって役に立てるかも。エルザたちについていくぞ。私が一人の時、それは私が 100% の力を出せる時なの。来たな、フェアリーテイル。貴様らの目的は何だ。まだわかんねえのか。駅にはスピーカーがある。ララバイを放送するつもりか。どれほどの命を奪うことになるかわかっているのか。圧縮性なのだ。権利を奪われた者の存在を知らずに、権利を掲げ生活を保全している愚か者どもへ、一人あの罰を与えるんだ。ナツ、グレイ、二人でエリゴールを追うんだ。ここは私たちで何とかする。おう。こっちも、あの桜頭だけは許せねえ。なぜここにいる。危険だ、早く離れろ。そうはいかねえ、一緒に奴らをやっつけに行く。3人だけか。それもうち2人は女とは。でもお嬢さん方は可愛いな。これ以上下劣な言葉を口に出してみろ。貴様らの明日は約束できんぞ。そうする。Yes!
これで敵を全員ぶっ飛ばしたな。敵が逃げたぞ。エリゴールのところに向かうかもしれん。ルシー追うんだ。はい。ここは危険だ。私は駅の周りの人々を避難させる。お前も早くここを出ろ。戦いは始まったばかりなんだ。途中で投げ出せるか。ナッツとグレイのところに行ってエリゴールをやっつけるぞ。見つけたぞグレイ。何か分かったか。この倒れているやつからエリゴールたちの本当の狙いを聞いた。奴らの目的はクローバーだ。クローバーってなんか聞き覚えが。ギルドマスターたちが会議する場所じゃないか。やばい。俺はこれからエルザに知らせに行くが、お前はナッツたちを探してくれるか。ここに来るまでにはぐれちまった。このことを知らせてくれ。わかった。エリゴールはどこだ。僕に勝てたら教えてやってもいいけどね。加勢するぜナッツ。はあ、せいぜい腕を見せろ。
の力を見せる。カリューの王国くらえ！カリューの王国！やっさ！約束通りエリゴールの場所言えよ。エリゴールさんはこの駅にはいない。夏、それ以上はいい。彼が必要なんだ。彼に聞きたいことがある。駅は魔風壁に囲まれている。外へ出ることはできん。お前は魔法を解くことができるだろう。魔風壁を解いてもらおう。今影山を攻撃したのって、さっきエリゴールのところへ行こうとしてたやつじゃないか。影、魔風壁を解けるのはお前しかいないんだ。しっかりしろ。同じギルドの仲間じゃねえのかよ、この野郎！お邪魔だったかしら。他の手を考えるしかない。とりあえず魔風壁の様子を見に行こう。